はい。おしチューブでございます。ええー、と。まあ、あれやね。去年のやり残しシリーズってことでね。はい。DNA の XM16E1 でーすね、うん。ね。まあ、やり残し何をやったかってことですよね。えー、っとね。セレクターと、 えー、こっちがテイクダウンでこっちがピポットかな。ピンそれぞれね。えー、DNA の売ってる状態では真ん中に穴開いてます。こっちもね、セルクターのとこ穴開いてました。これを M16A1 用の DNA 用のパーツに交換しました。別に、まあまあ、交換自体は簡単にやったんですけど、めんどくさってやってなかったです。えー、っとあ、テイクダウンした時にこれあるやな。 スリングがねじれとるな今直すかって話やね <laughs> えっとこれまあまああのーねなんで変えたかってことだよねあのまあどういうんですかね好みですかねうんまあ好みって言ってしまうとねなんかあんまりうん 裏付けがないってことになってしまいますけど。まあ、これが出るときにね。まあ、案内が写真で来たときに、僕も最初っからこの部品注文しました。もういつ来るかわかんないんで、前もって言うとこうと。で、案の定来たんは秋ぐらいやったんで、結構かかりました。まあ、別にそれまで我慢して使ってるってこともないですけど。まあまあ、ちょっと好みのね。 仕様とは違うっていうことですよね。まあ、ボルトキャリアもね、ほんまはこのシルバーじゃないの。まあ、これはね、そんなにそこまで嫌じゃないんですけどね。ボルトキャリアも黒の方がなんかちょっと好みというかねちょ。どういうことかっていうとね。実際使ってるベトナム戦争中のね、写真で見ると、僕が少なくとも見る限りですよ。 ここに穴が開いてるタイプは見かけないです。で、ただやっぱマニアの間では、いや、そうあると。あの相手で正解だと。いう人もいます。で、まあ僕はしたらどっちが正解やっていうよりも、あのー、ね。 えー、僕が見るのはこのタイプなんてこのタイプにしたかったですよね。ねで。どっちもある、あると思います。で、あの秋じゃダメだってことじゃなくて、あの秋のタイプを再現したんだなっていう風に解釈してました。なので別に、まあまあ、まあこれぐらいのことでね、別にできるんで。 まあいつ部品来るか分からへん間はもういっそのことを溶接して穴を埋めだろうかだとかねいろいろ思いましたけどまあまあそこまでしなくてもね部品は来たんでまあまあいいですまあそうかあのこのね穴開いてるやつって言う,言うとはる人はね多分米軍が出してる資料の写真で見ると穴開いてると思うんですよ僕もねそれちらっとどっかで見たことあるんですよじゃあ確かに穴開いてるやつ あるんやなと。うーんまあ、僕が選択するのは実際使ってる方の写真っていうことです。まあ。別にいいんじゃないですか。<laughs> いいあの、単なる僕の好みはこの仕様ですよっていうだけの話ですね。うん、まあまあ、このだね。まあ、あとは、またやることあるかな。 ハンドガードがちょっとファイバーっぽいからちょっと色塗り直してもうちょっとテカッと刺そうかなストックは使っている間にもちょっとテカッとしてくるかなまあそんなに使わないですけどねまあまあまあ小変更なんで大した話にはならないですではでは